こんにちは、テクムセです。今回は、グレイトソーシャルワーカー、その第1回目はミラクルワーカー福祉の王様アン・サリバン先生です。サリバンは1866年にマサチューセッツ州のアイルランド系移民の極貧家庭に生まれました。8歳の時母親が病気で亡くなり、10歳の時にアルコール中毒の父親に捨てられて、弟のジミーと共に急貧院に預けられてしまいます。当時の急貧院は社会から隔離するための施設だったので、不衛生と栄養不足などにより急貧院に入って数ヶ月後、サリバンの腕の中で死にゆく弟のジミーを看取ります。サリバンは私のたった一つの愛さえ失ったと激しく泣き、生きる希望を失ってしまいます。また幼い頃に感染したトラコーマによる眼病のため年々視力は悪化し、一時は盲目になってしまいます。そして全てに絶望して死を選ぼうとした、そんな人生のどん底の淵にいた時に、急貧院に勤務していたある看護婦がサリバンを死の淵から引き上げます。その後何度も目の手術を繰り返し弱視の状態に戻せたのですが、視力が完全に回復することはありませんでした。サリバンが14歳の時にパーキンス盲学校に進学、その後首席で卒業、20歳の時にヘレン・キラーの家庭教師になります。その時のヘレン・キラーの家は大変裕福な家庭で、ヘレン・キラーを不憫に思った家族からやりたい放題、わがまま放題に育てられていましたので、重い障害と重なり精神的にも荒廃した状態でした。その家庭の絶対権力者は父親で、父親に意見を言える者は誰もいなかったのですが、サリバンは憤然とその父親に噛みつきます。つまり、黙って私のやりたいようにやらせろ、私がヘレン・ケラーを救うというんですね。さすがの父親もこの迫力に負けて、サリバンのやり方に口出しをやめたのでした。その時ヘレン・ケラーは怪物と呼ばれるほど精神が荒廃していました。そのヘレン・ケラーに対する教育はまさに不当不屈、鋼の精神力による、凄まじい根気。ただそればかりではなく、ヘレン・ケラーを過去の自分と同じように人生のどん底で喘いでいると見ていたんですね。その後ヘレン・ケラーを見事に助け上げることに成功したことは有名です。これだけの偉業を成し遂げても、サリバンは自らを恥じる気持ちを生涯消すことはありませんでした。ヘレンからサリバンの伝記の執筆の許可を願い出られた時、あなたはあなたのことを語れ、あなたの金字塔に汚点を期す必要はないと語ったといいます。ヘレンは、もし私の人生が金字塔ならば、それを建てたのは先生ではありませんかと言いましたが、サリバンは黙って答えなかったといいます。